よ。サーミーノに今日もサボらず学校来てんね。感心感心。つかもう1年過ぎちまったな。来年から3年だぜ。高校もあと1年で終わりか。その先なんか面白いことあんのかね。そんなもんかね。けどなんかいまいちだよな、今の3年見てたってさ。とりあえず勉強だけしてるっつうか、少なくとも面白そうには見えねえよ。いいんかな俺たちもこんなんで。なんか忘れてるっていうかさ。あれ、あの子なんかこっち見てね。つか何気に可愛くね。あんな子この学校にいたっけ。何言ってんの君は。同じ寮の子でしょ。マジ？そうだっけ。え、名前は。そこまでは知らないけど。んだよ、結局知らねえんじゃん。つか寮さ、年度の節目でバタついてて、人の出入りとか最近わかんねえよな。ああ、そういや聞いた？真田先輩、もうすぐ出てくって話だぜ。ボクシング部の真田先輩、知ってんだろ？ほとんど話したことないけどね。そりゃ卒業生は出てくでしょ。霧城先輩ももう支度始めてるしね。霧城って、ああ、生徒会長さんか。うちの寮だったんだよな。にしてもなんだろうね、あの子。ねえ、なんでさっきからこっち見てるの？何かご用？あ、いえ、なんでもないです。なんかちょっと思い詰めてる感じじゃなかった？でもしかして俺かお前に気があるとか。ありえないね。いや、相変わらずそういうツッコミ可愛くねえよな。なあ、そういやゆかりっちさ。ああ、悪い、やっぱいいや。何を言いかけといて勝手にやめないでよ。いや、その俺らってなんで仲良くなったんだっけ。いや、深い意味はねえんだけど、ふとそんな風にさ。別に特別仲いいつもりはないけどね。たまたまじゃない。そうだったよな。でも不思議だよね。うまく言えないけどちょっとわかるかも。よくわかんないけど、なんか変っていうかさ。そういえばさっきの子、やっぱ急に来て。だけど私どうしても話がしたくて。私思い出したんです。皆さんは忘れちゃってるみたいですけど、私また思い出した。私たちあの時、すみません、こんな。ただ全部思い出したらなんだかあの最後の戦いの時みたいに、あなたが遠くへ行っちゃいそうで。今日卒業式の日ですよね。ごめんなさい、式もう始まっちゃいましたね。外とってもいい天気ですよ。覚えてますか、みんなで約束した場所。先に行ってましょう。平穏の戻ったこの街が一番よく見えるところに。
いよいよお別れの時が迫りました。最後になりますが、私たちは先輩方にお会いできたことを心から誇りに思います。皆様方のご健康とご活躍を心よりお祈りし、お別れの言葉といたします。2010年吉日、在校生一同より。続きまして、卒業生答辞。卒業生代表 D 組、霧城満さん。はい。学園で過ごした最後の年は、私にとって大役を拝命しての1年となりました。生徒会長の任を果たすにあたり、私は考え、1年前のこの壇上で皆さんに言いました。未来の時間には限りがあるということから目をそらしてはいけないと。思えば、これを考える機会を与えられたのは運命だったのかもしれません。ご存知の方もあると思いますが、私は昨年父を病で失うという試練に。病で失った。珍しいな。あの人がスピーチ突っかえるなんてさ。こういう場所だし、お父さんのこと少し思い出しちゃったんじゃない？思い出した。そう、私は父の死に触れ、一度は生きる意味さえ失いかけた。あれ、私、大切なこと。え、真田先輩、え、じゃ、なんすか。転ばれ。でも今は違う。父の意志は私が継ぐ。未来から逃げない。必ず受けて立つ覚悟にはもう一点の曇りもない。なぜなら、約束。ミツル、私たち、なぜなら私には大切な仲間がいて、そしてどんな未来からも目を背けないと誓い合ったからだ。先輩、彼とアイギスのこと。ああ、分かっている。行こう、みんな。気持ちいいですね。私、春をこうやって体験するの初めてです。でもこの季節もやがて過ぎていってしまうんですね。あなたと一緒に戦って、世界の終わりと向き合って、私、ようやく少し分かりました。私の探していたもの、生きるってどういうことなのか。それは多分、逃げないできちんと考えること。終わりと向き合うこと。どんなものにも必ず終わりが来る。どんな命もいつかは消えてしまう。それが自分にも来るっていうことを見つめた人だけがきっとわかるんです。自分が本当に欲しいもの、生きる証が何なのかってことが。
自分の力が足りないって思った時、悔しくなったわけも今ならわかります。守ることはもう私にとって与えられた役目じゃなかったんです。いつの間にか私自身の望みに変わってて、滅びと向き合うって決めた時、はっきり分かったんです。二度とあなたに会えなくなるって想像したら、自分の望んでることが初めて分かりました。だから私決めたんです。私これからもずっとあなたを守りたい。あなたの力になりたい。こんなのきっと私じゃなくたってできることだけど、でもいいんです。そのためなら私はきっとこれからも生きていけるから。ありがとう。そうですね、おかしいですね。せっかく大切なことが分かったのに、こんな。おーい、皆さん。そうですね、私には絆を結んだ人たちがいる。きっとありふれたことでいい。大切な誰かのためにって思えること、それだけで人は生きていけるんですね。私も生きていけます。あなたを守るためなら。今はゆっくり休んで、私はずっとここにいるから。みんなともすぐに会えるから。安心して、いつでもそばで私が守るから。